1422ラジオ日本、ラジオ日本住建情報センタープレゼンツ、賢者の砦、賢者の砦。こんばんは、村上めぐみです。小泉秀明です。住建情報センタープレゼンツ、賢者の砦、今夜も始まりました。いや、小泉さん、はい、何をしてるんですか？何をしてるんですか？あの、村上めぐみ、はい、ワンテイク目噛んでましたね。村上めぐみって言いにくくないですか？いや、めめめめめめみたいになっちゃって、ちょっと噛むかな。そうですね、すいませんね、はい、自分の名前を一番噛むというね、申し訳ございません。はい、はい、ということで、うん、今週末はですね、23日、うん、24日と2日間クリスマス、うん、レバンガ北海道のホーム戦がありますが、23日はビーフマンデーということで、ね、はい、あのうちの方でやらせていただきますけども、年内最後のビーフマンデー。そうですね、いや、年内最後ということは来年もあるってこと、はい、ちょっとわかんないんですけども、いかがでしょう、何をされるんですか？いやいや、はい、まあ一応ね、頑張ります。23日ね、はい、はい、サビット T シャツもそうですね、また23日の日はちょっとお弁当に合わせて、はい、あの T シャツプレゼントをね、また大開放でやろうかなって思って。あの T シャツ結構着てる方多いですよね。多いですね、うん、目立ちますね。そうですよね、テレビにも映ってますね。そうですよね、そう、私一度、うん、着させてもらってたら、はい、それってグッズですかって言われて、ああ、グッズじゃないんです、ね、じゃないんです、非売品なので。しかもあれを買うと美味しい牛丼もついてくるっていう、逆です。牛丼を買うとあそこそこご弁当のプレゼントなんだけど、あのそういう 人がいるから。あ、そうですね、逆です T シャツ買うと弁当ついてくるっていう、あのデマが流れてます。デマ、逆です。逆です。でも私がデマだったんですけど、はい、まあまあまあ、はい、どちらを目当てにも嬉しい。そうですね、はい、そして、はい、目玉企画としては、そうですね、エスコートレディ。いやもうこれね、前々からね、こうやっぱり大人の女子がですね、はい、こうあのエスコートキッズを見て、はい、いいな私もやりたいなっていうね、子供に戻りたいな、そうです、そうです、その願いを、はい、まあ、今回ビーフマンデーで、やりましょう。いやー、いいですね、もう厳正なる、そうですね、こう審査を経て、もう私の独断で、はい、審査しちゃいましたけど、いや、いや、ちょっと、はい、この企画がね、良ければどんどんこれからもね、いろいろとね、やってほしいなって思って。そうですよ。で、この女性の企画を僕 、はい、やりますよって言ったら、はい、なんと、はい、男子からも声が出たんですよ。俺もやりたい。あ、エスコートメン。メン。いや、よくわかんない。でもやっぱりビーコルってね、はい、他のチームと比べて男子ブースターが多いんですって。そうですね、なんか確かに、まあ、バスケ自体ね、うん、はいはい、やっぱりそういうなんていうの、こうアスリートに憧れる男子、はい、まあ、変な意味じゃないですよ、はいはい、単純にやっぱ応援したいっていう方がいて、いや俺だって選手と入場したいよっていう人が僕は何人か聞いてます。おー、そうなんですね、うん、じゃあちょっといずれはエスコートメンバーで、ぜひ思ったのが、はい、エスコートレディの MC の豊島さんにもつけさせてください。え、豊島さんがあの真ん中に、あ、今回じゃなくて今後、あ、真ん中に、はい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 、こんにちはとか行くじゃないですか、うんうん、そう、手つないで、手つないでいく、うわ、こっぱずかしい。ちょっとよくないですか？あ、村上さんが手つないでたけど、え、豊島さんと二人で何ですかそれ。何ですかその MC。 ダメですよ、そんなの。ということで、はい、ということでね、まあ、今日も華やかなね、はい、選手になりますんで、楽しみですね、23日、うん、期待してください。はい、そして今日のこの選手は誰と手をつないで入場するんでしょうか、するんでしょうか、そんな選手をお迎えして、はい、今日もどうぞ最後までお付き合いください。私たちはハウスドゥです。あなたの家、不動産買い取ります。安心の全国ネットワーク、ハウスドゥ。訪問時にその場で価格提示、ハウスドゥ。安心してお売りください。お問い合わせは 0120-45-3170、 家不動産買取専門店、港北ニュータウン店まで。賢者の部屋、混迷の時代を勇敢に生き抜く賢者を招き、これからの未来に立ち向かうために、さまざまな提言や生き残る術を模索する賢者の部屋。今夜お迎えしたゲストは、先週に引き続きプロバスケットボールリーグ B リーグ B1 横浜 B コルセアーズ背番号25番、武田健選手です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は放送21日ですよね。はい、なので昨日試合があって、ね、ありまして、まあ、武田さんが
復帰できてるかできてないか微妙なところ、はい、そうなんです。この収録は実は12月の7日7日なんで、なのでちょっとまだね、まだ分からない、復帰されてないんですけど、そうですね、はい、いかがだったんでしょうかね、ね、そのあたりは、ね、次の23、はい、24ではどうなのかって、ね、そんな感じですよね。そうですね、僕ら戦績も分かんないわけですよ。ちなみに手はつなげますか今の時点で。手はつなげます。あ、よかった、素晴らしい。じゃあエスコートレディは大丈夫ですね。大丈夫と、大きくは触れないです。あ、なるほど、なるほど。そんなルンルンで入ってこないですスキップでね、スキップはできるんですけど、やってくれる人いないかな。でもスキップしてなんか、ね、それでなんか入ってくるのもちょっと見たいですけど、ね、見たいですけどね、はい、いいなと思います、はい、それ振りですか。いやいやそう取っていただけると。そうですね、でもいいよね。いいと思います。もうあの好きなように歩いて出てきていいと思います。腕を組むでも、そうです、そうです、いいと思うし、よくあの外国の、ね、はい、あの席の選手はキッズの時とかよく抱えたりとかね、はい、してましたからね。肩にこうやって担いだりとかもしてましたから、すごいですね、もう好きに、うん、好きに楽しくお願いします。はい、ありました。いや、前回は、はい、うん、武田選手のちょっと、うん、あの経歴とかをおさらいしたりとか、あとは今のねお話なんかを聞いてきたんですけども、うん、今回の回はもうじゃ武田健とはどんな人間かというか、うんうんうん、プライベートとかもあんまり聞いたことがないので、そうっすね、何をしてるのかとかそういうところも聞いていきたいなと思うんですけど、そもそもお休みの日とかってどうされてるんですか。いや、だいたい子供と遊びにどっか行くって感じですね。はい、お子様は今おいくつなんですか。今5歳と2歳の男です。はい、何が一番こうハマってる時期なんですか。今下の子は、あ、上の子はポケモンですね。あ、ポケモン GO、 ポケモン、いや、ポケモンです。ポケモンなんかガオーレっていうよくゲームセンターにある、はい、戦ってこうなんかディスクが出てくるみたいな、でそこからこう派生して、まあ、ポケモンのなんか図鑑を読んで、名前覚えたりとかっていう感じですね、はいはい、そうなんですね。こうスポーツとかそれこそバスケとかどうなんですか。あ、バスケットも結構やってます、うん、あ、やってるんですか。はい、やってるというかもうビーコルの、はい、あの真似をして、はい、入場のとことか、かわいい、かわいい。あと最後のあのインタビューのとか、はいはいはい、全部こうなんていうんですか、やるんですか、全部通して、完コピーでこう、コピーで全部やらせ、かわいい、やらされる、やらされるんですか。はい、あ、僕がインタビューしたりとか、超かわいいじゃないですか。今日プレーどうでしたかみたいな、はい、そうです。そっち、ちゃんと勝ってる時のインタビューですか。いや、一応もう全部勝たせて、最後から勝つようにして、結構大変なんですよ。最近はだからちょっとハシームのブロックもちゃんと入れて、はいはい、オブラブロック結構してはい、はい、結構リアルにやってます。リアルにすごい、ね、お父さんがブロックするんですか。そうです。背の高さとかもなんか、ね、いい感じですもんね、はい、すごい面白い。でも結構、うん、あのアナウンスとか、はい、横浜ファール、横浜25番武田健人、あ、やるんですか。フリースローが与えられますとか全部覚えてて、すごい、すげえ、すげえ、嬉しい、すごいですよ。あなたが言ってるんだよ、ね、もうかなりリアルに再現してやってますんで、面白いですよ。子供ってそうかもしれないですね。そうで、意外と気にしてないとこ見てたりとか、大人が気にしてないとこ見てたりとか、聞いてたりとかいうの面白いですね。面白いですね。それをやらされるわけですね。そう、やらされる。そうなんですね。帰ってきた瞬間にバスケやろうって言われて今やってきたんだよなって言いながらバスケ2連チャンってことですね。しかもバスケもそのプレーだけじゃなくてもう全部のやらされるから大変ですね。入場からティップオフ、ティップアップとかすごいっすね。すごいっすね。面白いっすよ。じゃあ実際にでもじゃあそれだけね、溶け込んでるんであれば自分もバスケやりたいとかって思ってるんですかね。どうなんですかね、うん、一応なんか、うん、七夕の短冊にはプロバスケットボール選手書いてましたけど、お、素敵、どうですかね。やっぱあれですよ、だってお父さんがね、そうなんですけど英才教育ができますから、うん、まあでも楽しくやって、うん、本当に
びっくりするぐらい上手くなってるんで、いいじゃないですか、楽しみですけど、まあ、でももうなんかちょっと違うスポーツ見てみたいですねそうなんですか、違うスポーツの世界を見てみたいです。でもやっぱりやらせるのはスポーツですか？そうですね、なっちゃいますね、スポーツになっちゃうかな。音楽とかやらせたいですけどね、どう考えてもそういう血はないのでそうなんですか、はい、なんか絵の才能とかもやっぱないので、結局スポーツなのかなと思いますけど、なんかのね、データ出てましたけど、スポーツとか芸術関係って6割ぐらい親の影響なんですって、あ、そうなんですね。だからスポーツ選手がこうスポーツ選手のお子さんになるとか、音楽家が音楽家になるとか、あ、6割ぐらいこう先天的にそう引き継がれるなんていうのこの間記事見まして、そうですか、すごいですね、ちょっと楽しみですね、楽しみですね、結構じゃあお休みの日はもうお子さんと遊んだりとか、そうですね、もうほとんど家にいる間は子供と遊んでる時が多いですね、はい、竹田さんご自身でのこう趣味みたいなのはないんですか？いや、僕だから独身の時はなんかいろいろスキューバダイビングやってみたりとかいろいろしてたんですけど、まあやっぱりこう子供できてなんか一番癒されるし、まあ自分もこいつがどうなっていくのかなっていうのがすごく興味があるんで、それがまあ趣味というか、まあ、それがなんかもう結構すべてになってしまってますね、はい、でもなんか武田選手ってプレー中はもちろんなんかこう、おいみたいなちょっと怒ってる時とか見るんですけど、普段すごいにこやかだし温厚なイメージがあるんですけど、怒ります？なんかこう怒ることとかあるんですか？いやー、そんなに怒んないですね、なんかもう態度悪い店員とかたまにこうイラッとするんですけど、はいはいはい、なんかその人に言ってる自分がなんか途中でも嫌になって、だからもうあんまりそういうのも、もう無視というか、はいはい、関わらないようにしちゃう方が多いから、あんま怒んないですね。あ、そうなんですね。でもなんか本当そういうイメージですもんね、なんかいつ見ても本当にこうほんわかニコニコしてるみたいな感じで、うん、まあ内心どう思っていくか分かんない、怖い、いきなり出してくる。いや、今のちょっとご覧になりたい方は後の動画版が見てます、ね、ね、あるんですね、動画、動画撮ってますか怖いな。今の武田さんの悪い顔が出てますよ ね本当ですよ、ちょっと先週の放送でも、よくチームの中でいじられるっておっしゃってたんですけど、はい、チームの中でこうよくはしゃいだりとか、それこそご飯食べに行ったりとかしてる選手とかっていらっしゃるんですか？そうですね、まあ、基本的に僕一人で行動するんで、あんまりつるんだりしないんですけど、まあ、でもやっぱりこう河村選手とか、山田選手とかは、まあ、栃木の時から、まあ、家族ぐるみで、まあ、みんな知ってるんで、まあ、そこでご飯行ったりとかっていう時もありますけど、はい、なんかどうなんですかこう、ね、田渡選手みたいな本当、収録前にもおっしゃってましたけど、自分の子供ぐらい、ね、年が離れたりとか、まあね、いるじゃないですか、はい、まあ、でもあんまり年齢を気にしないですし、まあ、みんなプロでその一人の選手としてやってるんで、なんか子供ぐらいの年齢だからどうこうっていうのはあんまり考えないし、実際やっぱり体力的に向こうの方が上なので、やっぱりそこについていこうという気持ちでやってますけどね、まあ、経験の部分とかで自分が伝えられることはまあ当然伝えるんですけど、まあ、ライバルじゃないですけど、その経験がない分向こうにやっぱ体力いっぱいあるし、逆に僕らはいろんな経験あるけど、体力的には少し落ちてきてるんで、まあ、うまくこうなんですか、その中で張り合えるようにっていう風に思ってやってますけど、はい、すごいね。でもね、そうですよね、年齢で張り合うっていう、一部僕の耳にはね、やっぱ若手の方が本当武田さんがすごすぎるって言って、ね、いう話は出てますからね、
そうは見てなくてやっぱ張り合ってるって感じなんですね、自分からだってね。そうっす、うん、まああがいてるっていう感じですけど、やっぱりそのもう諦めたらもう終わりだと思ってるんで、うん、もう何でもやっぱり年だからっていうのは言わないようにはしてるんですけど、うんうん、なるほど。いやでもちょいちょいね、武田さんってこう自分いじりもやってて、はい、あの今年 の, あの契約、ね、はい、発表の時にあの高知契約があります、今年も選手があります、出てきたりとかね一番最初だったんで登場がなんか、はい、年上から順に行くぞって岡本さんに言われて一番最初だとなんか勘違いされるかなと思ったんで、ドットはドットは来ましたよ ね, あれね、あ、こんなこと言うんだと思って。でもそういう風に自分をいじってくれるからなんかこっちもなんかいや、ありがたいですよね、うん、なんかこう、いや本当ですよ、うん、だって今の怪我だってね、はい、本当は10代だったらもっと治りが早いんだけどぐらい自分でいじってますよね。いやもうあの お医者さんに中学生なら2週間で治るよって言われたんで、まあ3倍かかりますね、やっぱ3倍生きてる。そうですか、本当に、そうなんですね。いや最初それね、言ってた選手が言ってた、はい、言いたいんで、ひどいなお前それ武田さんが自分で言ってるっていうね、でも、まあ、日々ねこうストレッチとかも、うん、あの体を動かしてるっていうのもありますけど、うん、こう全然その年に見えないじゃないですか、全然若々しいじゃないですか。その秘訣みたいなのがあれば知りたいんですけど。何ですかね、やっぱビーフマンのお肉たくさんですよね。そうじゃないですか。それいらないですか。そこでぶっ込んで。そういうのいらないです。いやでもあれですよね、体脂肪一桁ですよね。一桁ですね。そうなんですよ。すごい。だから若手がびっくりしちゃってるわけ。まあ、はい、そのなんですかこうそこまで やり込んで、でなおかつ準備があって、はい、でアフターがあって、はい、あんだけ体ねプロに徹してやって、だからあの年齢までもやれるんだよっつってね、やっぱ言ってましたよ。うん、そうですかね。まあでも。あの年取ってる選手、いろんな僕より上 の,、はいはい、あのスポーツ選手見てるとやっぱ細い人が多いので、はい、やっぱ関節に負担かかるのかなと思ったりとかしてはいるんですよね。で体重はまあ少ない方がいいし、まあ、今から筋肉いっぱいつけるよりも、まあ、今の現状を しっかり維持して、まあ、動ける方がいいっていうのは、まあ、あのストレングスコーチとかと話しながらそうやってやってるんですけど、すごいですよね、うん、そうなんだって。だから若い頃の武田選手を見習えば、うん、今の年の武田選手みたいな体になれるかもしれないし、うんうん、ずっとプレーもし続けられるかもしれないってことですよね、うん、若い頃はどうでした、その栃木にいる時とかっていうのはどういう感覚で、はい、プレーをこうされてたんですか。いやもう少しやっぱちょっといい加減でしたね。あ、いい加減っていうか、うんうんうん、そこまで思い詰めることなく、はい、まあ、ただそのケアと、まあ、ストレッチとかケアとかだけはしっかりして、うん、あとはまあ結構自由にというか、うん、あんまり気にしないで、うん、気にしないでも、まあ、自分がプレーに対してある程度思ったようにできてたのかもしれないですけど、うん、あんまりなんかそれで意識したことはなかったんで、うんうんうん、やっぱこの復帰するにあたってちょっと自分でもそういう、こう不安が大きくなったんで、まあそういう風にしてるんですけど、いやでもね一回こう現役を引退されて復帰してバスケがしたかったっておっしゃってましたけど、その武田選手の思うこのバスケの魅力って何ですか。魅力いっぱいあるんですけど、でもやっぱりこうチームのプレーなので、チームのスポーツなんで、やっぱチームで準備してきたことがしっかりこうできて、それがこうビシッとハマって、まあ得点したりとかビシッとハマって抑えたりとかっていうのはすごく気持ちいいですよね。でそれはなんか多分一人がこうすればできることじゃなくて、そこのコートにいる5人だったり、まあ、チーム全員でやる準備してこうやるものなんで、それができた時ってすごく気持ちいいですね。それが、まあ、個人スポーツともまた違う良さだし、と思うんですけどね。あれ武田さんが思う、まあ、はい、去年と、まあ、今年のこの今までの戦いの中でそのピシッとハマったベストゲームっていつのゲームですか。これは俺たちいいバスケできたぞって、
去年の途中の三遠戦とかっていうのはすごくいいオフェンスで、結構その後も何回か見たりしたんですけど、とか真ん中らへんですね、はい、シーズンの真ん中らへん、ジェイソン怪我する前の、はい、で、ね、年明けぐらいかな、はい、京都戦とか、はいはいはい、そこらへんは結構良かったですね。なんかこの試合っていうことじゃないんですけど、まあなんかこうチームとしてすごく完成度が上がってきてる時だったんで、そうするとちょうど今シーズンで言うと今ぐらいの時ですよね、折り返しというか。そうですね、年ここからちょっと後ぐらいですね、年末年内、あ、年明けぐらいですね、はい、今シーズンの B コルもそんな感じでいいチームにこうハマってきそうですか今後。そうですね、やっぱりイスマンアドバイザー来て、はい、だいぶ新しいことをいっぱい入れてて、今結構詰め込んでて、コンディションもちょっとさらにもう1段階2段階上げようって言って厳しい練習をして、まあ変わっている時期なんで、まあ正直時間はかかると思うんですけど、でもこれがしっかりとみんな浸透していくとすごく面白いなっていうのは、まあ、ちょっと今練習できてないんで一緒にあれですけど、まあ外から見ててすごく思ってますね、はい、詰め込んでる感じですね今は。そうですね、結構新しいことをどん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 入れて、まあそれを少しずつまあゲームしながら形にしていこうとしてるので、かなりみんな大変そうですけどね、はい、もどかしいですけどね、自分が、はい、ちょっと入れないんで。いや、じゃあちょっと今後のね、まだシーズン続きますから、武田選手が、あ、バスケってこういうとこが楽しいんだなって思うような試合をどんどんね、そう、武田さんが入るとね、本当さっきのあれじゃないですけど、ピシッとはまるじゃないですけど、まあここで入れちゃうんだみたいな、あれなんですかね、あれセンスなんですかね、人がこう抜け出すというか、なんですかね、あれは出し抜くというか。センスですね。決まりました。どうなんですかね。いや、そういう場面が多いんですよ。武田選手が出てきた時のこの安心感って半端ないですよね、こちらからするとね。ディフェンスもそうですし、でオフェンスになった時に、あれそこ一人抜けちゃったんだみたいな、あれがねすごい爽快に気持ちいいんですよ。全然わかんないですけどね。こちらとしては、はい、いや、だから結局ほらね、バスケってこう攻めていこうとすると相手も守ってますから、はい、なるだけこう点数にね、こう結びつかないようになるんですけど、はい、どっか穴が開いてスポッて入ってきて、誰かからバスケがパーンと中に入って、武田さんが涼しい顔して決めちゃうという、あれがね見てる側としては非常に気持ちがいいんですね。そうですね、でちょっと今後そこを意識していただいて、はい、そうですね、はい、あ、この瞬間小泉さん多分気持ちいいわってんなっていう、俺だけじゃないと思う、ね、みんな気持ちいい、みんな気持ちいいんだって、ね、いや多分自分が一番気持ちいいと思うんだよね、その瞬間は。いや、これからもちょっとそういう試合をどんどんと見せていただきたいなと思います。ということで2週にわたりお迎えしましたゲスト、横浜ビーコルセアーズ背番号25番武田健選手でした。ありがとうございました。天然素材だけで作る家、体に悪いものは使わない、すべて無添加、無添加住宅、ご用命は正規代理店へ。本日のゲストは横浜ビーコルセアーズ背番号25番武田健選手でした。小泉さん、いかがでしたか。いやー、なんていうんですかね、まあ、初めてねこうやってお話を先週に引き続きしましたけど、人柄が出てましたね。いや、そうですね、お子さんとね、はい、試合のリプレイをやってるっていう、ね、さっきバスケやってたのにまたバスケみたいな。そうですよね、しかも MC 側もちゃんとやってるっていうのを聞いてすごい、ね、面白かった、ね、ありがとうございますって思いました。いや、本当に頑張らないとですね。いや、でも本当にやっぱ武田さんのこう、なんですかね、こうプレーがね、はい、こうキュッキュッとこう光るゲームっていうのはやっぱ勝ちゲームなんですよ。はい、だからもうね、早く怪我の方もしっかりやってもらって、はい、
躍していただければなと思いますけど、はい、銃剣情報センタープレゼンツ賢者の砦、来週もお楽しみに。パーソナリティは村上めぐみと小泉秀明でした。